鶴ヶ城は越前国鶴ヶ郡手筒山にあった日本の城。1575年に織田信長により越前は平定され、1582年に本能寺の変によって信長が明智光秀に討たれると橋場秀吉が台頭。その家臣だった八谷頼隆が鶴ヶの地に入り三層の天守を持つ鶴ヶ城を築城したが、間もなく頼隆は 九州平定中に病死したため、代わりに千五百八十九年、大谷義嗣が五万国で、鶴ヶ城に入城した説、また大谷義嗣の前に秀吉のおいである、豊臣秀勝が城主となったという説がある。義嗣は鶴ヶ城を水木として大改修した。千六百年に、石田三成が秀吉死後に秀吉の異名を無視し、豊臣家を崩壊させようと画策する。 徳川家康の打倒を訴えて立ち上がると、再三にわたり、三成に正気なしと説得。しかし、三成の固い決心を知り、熱意に感じいると、敗戦を覚悟して西軍に加担した。関ヶ原の戦いでは奮戦したが敗北、自陣し、戦後は、所領は没収された。その後、城は、吉継の家臣、蜂谷将軍によって東軍に引き渡され、 結城秀康によって大官が派遣されていたが、1616 16年に国一条例により、鶴ヶ城は破却された。廃城以降、主角部には、オバマ藩の役所とお茶屋が置かれた。オバマ藩は、1624年に、京国忠隆の所領となったが、1634年に、京国氏は松江城へ天保となり、代わって、坂井忠勝がオバマ藩主となった。以降、 幕末までの244年を堺市が支配する。なお、文系である鶴ヶ堺市の陣屋は旧金ヶ崎城近くに建てられた。明治に入ると廃藩地県により1871年に県庁舎が置かれたが、さらに警察署、裁判所、病院と変遷した。1909年には鶴ヶ神城高等小学校が移転、現在は 鶴ヶ日小学校になっている。鶴ヶ城伝承地は、北は、結城町の赤川、南は、三島町の霊山院から、稲荷神社、東は、水路の残る、九州の川沿い付近で、日小学校、八幡神社、サイレンジが連なるライン、西は、誠願い寺,寺から、鶴ヶ病院を経て、霊山院のライン、で囲まれる南北500メートル、東西300メートルの範囲という、 現在、定石には常類を含め、その面影を忍ばせるものはないが、以下の意向などがある。一国一条例以降、越前、若狭の諸藩では、史上、陣屋を、ご茶屋と称する場合があるなど、現地案内費説明。ありがとうございます。